はい、トルチャンネルでーす。今回はすみません、鹿児島から、青森まで行く例の日本縦断企画なんですけど、まあそれの3回目じゃない、4回目ですね。はい。鹿児島で次、山道で、で前回まもなく斜め左方向に下関で撮ってで合ってると思うんですけど、まあ今広島ですね。朝の7時前です。まあ、前回話したと思うんですけど、広島がむっちゃ混むんで、それが嫌で朝早いうちに抜けようと思ってこの時間で来てるんですけど、なんかもうすでにもう7時前で渋滞してるみたいなことをナビが言ってるんで、ちょっと待ちかよって思ってるんですけど、
載しているっていう箇所が鬼口の箇所だと思うんですけど、こっち側この量の交通量で渋滞するのみたいなね、ちょっと思っちゃったんですけど、ね、もっと多かったら交通量が分かるんですけど、この量で渋滞するとみたいな。場所で渋滞してて抜けるのに、今こうカーブ曲がった先までずっと混んでて、なんやかんやで2、30分かかりましたわ。なんでね、それはもう嫌やったんでちょっと早めに来たんですけど、まあでも渋滞ってほどじゃないですよね。でも今日は、ゴールデンウィークの2日目なんですけど、まあ今晴れて良かったですね。昨日はむっちゃ雨やったんで、雨降った後もう台風かっていうぐらい風が強かったんで大変やったんですけど、まあ今日ぐらいからね、いい天気になってくれるといい感じですよね。しかも初回1回目の動画で言ったんですけど、ゴールデンウィークの後半に東北行くんですよね、この遠征の続きで。で東北なんか三陸道が雪のため通行止めかなんかって今ニュースで言ってて、この時期に雪みたいな。まあ、三陸方面は行かないので大丈夫なんですけど、右方向です。5キロ以上内成りです。
ターで降りたんで、
下区間終わりですね。まあひとまずね、今のところも結構混むんで、ね、とりあえず当初の目的は達成ということで、渋滞に合わずに来れたということでね、まあ良かったということで。終了したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。